千葉県の佐倉城址公園の本丸跡に来ております。2012年の4月10日の午前10時過ぎです。すでにたくさんの人がいらっしゃってまして、賑やかになってきております。ここはちょうど、本丸、いわゆる天守閣のあったところの跡地ということで、広い、芝生で囲われたところがありまして、周りが桜の木で覆われております。ここの正面に見えますのが、ピンクの方がですね、これは宝冠桜ということになります。こんな感じですかね。ちょっと画面ぶれて申し訳ないんですけども、これが、ピンクの宝冠桜で、隣は、これはソメイヨシノというふうになります。なかなか、そうですね。本丸跡はこんなふうに、全体に、桜が、咲いている状態というふうに言えます。で、真ん中には、いや出店ですね、これが出ておりまして、たくさんいろんなものが売られております。おでんや焼き鳥とか、おそばとかお稲荷さんとか、そういうものが売られています。また修学旅行生と思われる、あるいは社会科見学でしょうか、来ている高校生がいるようです。まだ片隅の方の桜はまだ、咲いていないのもありまして、これから満開という感じでしょうか。佐倉城址公園ですね。ここはいろいろな植物園とかもありますので、一度来てもらえるといいかなと思います。